はいこんばんはポップです5月日日土曜日今回は週末スペシャルということで新興国通貨3兄弟の中長期的な目線からの解説をしていきます。順番はいつも通りトルコリラ園から始めましてメキシコペソ園、南アフリカランド園の順番で解説をしていきます。 それではね、まずはトルコーリーラインから見ていきましょう。右側には60分足、左側には4時間足のチャートを準備させていただきました。まずはね、60分足ご覧いただければと思いますが、こちらが約1週間の時間軸のチャートとなっております。 結論から申し上げますと、まあ、15円75銭付近から始まった1週間は、えー、元の位置での、ね、15円75銭から80銭でクローズするという形で、まあ、上下、ねえー、揺さぶられましたが結局は横ばいという状況でございました。 週の途中ですね、火曜日から水曜日にかけては、一旦は16円をね超えるという場面が出てきましたが、こちらはね長い上ヒゲをつけて元に戻ってしまいますと、その上がってきた移動平均線でねサポートを受けそうであっ たんですが、えー、割り込んでしまってね、えー、そっからは下落トレンドということで右が肩上がりの移動平均線が続かず右下下がりそしてね、えー、移動平均線で、えー、レジスタンスを食らってしまって、えー、15円75銭を一旦はね金曜日割るというところもありましたが最終的に、えー、株や為替、えー、そういったところがねリスクオンで金曜日最後ねクローズしましたのでそこの恩恵を受けながら15円75銭を少しばかり上回って終わるという形でね結局は 行ってこいというような、一、えー、週間でございました。トルコ・リラ園でございます。えー、そしてね、四、えー、時間足まで、えー、目線を、ね、広げていただきますと、こちら。時間軸が一ヶ月間の時間軸でございます。 一時はね、14円75銭という形でね、地獄の下げが継続しておりましたが、こちら、トルコ当局のね、規制によって、欧州系のね、トルコリラを恣意的にね、売りを入れる期間、金融期間をね、排除したというところから流れが完全に変わってきまして、まあ、親しくね、右肩上がりの移動平均線とともに、平均足のチャートが、えー 上側そして右肩上がりということで、しっかりと移動平均線の上側でサポートを受けてきたという相場で、ね、15円75銭上がってきた状況なんですが、ここ2週間ほどはですね、まあ、レンジ相場ということで、上は、ね、16円と下は15円75銭という形でね今まで急激に上げてきたところを少し、ね、力を貯める1週間、そして2週間だったかなという状況でございます。 トルコリラはね今、レンジ相場という形になっておりますが。が 基本的にはね、今、売りを入れる理由がかなりなくなってきているという状況と、今までね、えー、まあショートを、ね、積極的にしていたところの金融機関がなくなったというところも含めまして、まあ、積極的にね、下がっていくこと、それはね、あまり考えれないかなと思いますので、まあ、詳しくはね、説明しますが、まあ、下がってもね、15円50銭ぐらいまでにはサポートが出てくるかなという状況だと思います。そのためにはね、少し広げて、冷やしまでご覧いただければと思います。 はいえー、これが冷やしチャートでございますが、まあ、コロナウイルスが、ねえーまあ、感染拡大しました2月の下旬から、ねえー、かなり地獄の下げという状況で、まあ、18円を、ねえー、割り込んでしまってから、一時15円割れの14円75銭まで下げてきたというところが、ねえー、こちらの下落トレンドでございました。まあ、移動平均線が、ねえー、かなり急な角度で右下下がり、えー、そしてその下側で陽、ね、線から陰線に切り替わるという形でいった大きな反発があったところ。 これもね、えー、しっかりと移動平均線付近でレジスタンスを食らって、まあ、下げまくっていたというところからね、まあ少しばかりではございますが回復したという状況でございます。えー、ただ移動平均線がね、完全に右下下がりから横ばい、そして今ね、えー、右肩上がりに切り替わっておりますが、えー、こちらのね移動平均線非常にサポートが、えー、まだね日足、えー、ベースでは入っていないということから、一旦は移動平均線の上側でサポートが、えー、起こりそうだという状況でございます。えー、そうしま。 とね先ほどお話ししました15円50銭こちらが間もなくね移動平均線日足ベースで上回ってくるという状況でございますちなみにこの移動平均線は24を使っているというところでございます そうなりますとね15円50銭よりかやはり上側でこの陰線、今 2, 2日間、ね、続いておりますがこちらが移動平均線よりか上側でサポートが入る可能性が高いというところを考えますと今回ね、ね、まあ、下落トレンドが続いていたんですが明確に15円75銭をまた上回ってきたというところを考えますとねそろそろあとね1日2日しますとこの陰線がさらに要線に切り替わるという状況になりそうなのでそうなります。 とね、まあ、移動平均線よりか上側でサポートが入ったというところであれば、今までの下落トレンド、右下下がりのその下側の平均足のチャートから、ですね、えー、右肩上がりの移動平均線で、その上側でね、えー、平均足のチャートがあるということであれば、上側で、えー、こちら、サポートを受けて上昇というところが見えてくると思いますので、まあ、特別なね、えー、ファンダメンタル的な問題がなければ、トルコリラ、えー、再度16円を超えてくるケースはありえるかなと思いますので、まあ、こちら、 15円50銭以上のところでね、えー、まあしっかりと陰線から要線に切り替えたところではロングをしてもよろしいかなという状況でございますので、えー、その他ね株式相場、為替相場かなりリスクオンということで株高、円安方向に進んでますのでその恩恵を受けながらトルコリラの方も上がっていくんじゃないかなという状況でございますので参考にしてください、はいえー、以上でトルコリラ円の解説を終わりまして続いてメキシコペソ円見ていきましょう はいえー、メキシコペソエン、まずは60分足、1週間の時間軸からです、えー。こちらはね、月曜日大きく上げた後はですね、えーまあ、金、木、水とほぼほぼレンジ相場の継続という状況で、まあ、こちらもね、力をためる1週間だったかなというところが総括できるというところでございます。まあ、下方向はね、えー、しっかりと4.8円のサポートがなかなか割り込まない。一旦はね、えー、こちら28日のタイミングですね。 7から28の切り替わるタイミングで4.8円割るところもありましたが、まあ、株式相場もねえそんなに崩れない中、しっかりと4.8円でサポートを受けてね、ね陰線から陽線になったかなという状況でございます。えただね上値の方向もで1 1回、2回、3回、4回と明確にレジスタンスを食らっているという状況でございましたが、最後ね、金曜日の引け間際に株式相場や原油相場、そういったところがね非常に高く上がって終わりましたので、こちらもね、なんとか4.85を上回って終わることができたということで、こちら、今までのレンジ相場の上限ですね、4.85を明確に上回ったということで、1段階ね、上に上がりそうな状況で1週間 が終わったとというところでございます、えー、これをね、月足、突、え、き、ー、足じゃないですね、えー、4時間足に変えていただきますと、えー、ほぼね、1ヶ月間の時間軸となります。えー、こちらが、えー 当初はね、えー、収納を始めといいますか、5月のゴールデンウィーク付近に関しましては、4.3円から4.5円といったね、レンジ相場。まあ、移動平均線もね、ほぼ横ばいという状況でございましたが、えー、ゴールデンウィーク終わった5月の半ばぐらいからね、この4.5円を明確に上回ったところから、大きな上昇相場に転換していたという状況でございます。まあ、えー、移動平均線がね、えー、横ばいというところであれば、ボリンジャーバンドの加減と上限を行ったり来たりするレンジ相場でございますが、 明確に上昇トレンドになってきますと、移動平均線は右肩上がり、その上側を平均足のチャートが位置するということで、しっかりとね、陰線から陽線に移動平均線の上側でサポートが入っていたというところが、ね、こちら5月の中旬から下旬にかけての動きでございます。そしてね、まあ、急な上げでございましたので、 えーまあ、少し、ね、休憩で力を貯めるというところも必要になりますので、えー、しっかりとここ1週間は4.8円から4.85ですね、えー、このレンジ相場が続いていたというところがこちらの部分でございます。今まさに、ねえー、力を貯めるべく、えー、こちらボリンジャーバンドの方が、今まで広がってきたところがです、ね、非常に、えーまあ、縮まって力を貯めているという状況でございますが、どうやら上方向に抜けそうだというところで、えー、こちら4.9円に達したところでは移動平均 およびこのボリンジャーバンドのね広がりが出てくるという形になろうかと思いますのでさらに4.9円からの上昇が見込めるという形でございます。 これもね、えー、もちろん株式相場次第というところでございますし、原油相場もね、えー、後押しということで、えー、もちろん下がらないことが、えー、一つのね、条件となりますが、株式相場、これもね、今、えー、踏み上げ相場に入っているというのは別の動画で説明しておりますので、えー、その通り、踏み上げてですね、えー、日経平均が2万2000円、そしてダウ平均がね、2万6000ドル、そのあたりを超えてきますと、4.9円から5.0円、こちらがね、見えてくるかなという状況でございます。日足の方ご覧 いただきましょう。はい、えー、今までのね、えー、下げていた割にはですね、まだ回復というところでは新興国通貨はまだまだ、えー、反値戻しにも至っていないという状況でございます。えー、そしてね、えー、節目の5.9えー、5.0円ですね。えー、ここのあたりまでの上昇はね今回の、えー、まあ戻し相場。 株式や、えー、他の、ね、先進国通貨の戻しを考えますと十分にあり得るかなというところなので、えー、再度、ね、戻り高値を試して、まあ、5.0円ぐらいまで今回、ね、4.9円まで上がってきたときのレンジブレイクというところが起これば、ね、5.0円ぐらいまでは上がってくるというところでございます。えー、懸念されておりました、ね、原油の方、まあ、産油国の、ね、メキシコのところも原油が、ね、今1バレル35ドルを超えてきたというところで、ね、特にマイナスの材料がないものですから、まあ商品 ショートが入らずですね、えー、ロングが集まるそうなりますと、えー、株式相場等とね同じような形で、えーまあ、ショートがなければもちろん上がるという形になりますので、えー、しっかりとねこのあたりは5.0円ぐらいまで握りしめても良さそうな状況になってきたというところでございます、えー、金曜日ね、えー、この上げて終わらなければまだまだレンジ相場が続くかなという状況でございましたが今回ね明確に4.85を超えてきましたので再度ね、えー、移動平均線との、えー、こちら冷やしベースの乖離はありまし ますがもう一伸びして、えー、また力を貯める期間になろうかなと思いますので、えー、もう少しね移動平均線、時間の経過とともに上がってきますが、一旦は5.0円、これを目指すような展開が想定されるという状況でございますので、まあ、こちらもね、えー、投資は自己判断という形にはなりますが、少し私個人的な見解では上方向に伸びそうだなというところがありますので、まあ、こちらの相場間に同意される方はね、えー、ロングポジションを取ってもよろしいかなと思いますので、参考にしてください。 はい、えー、以上でメキシコペソ円を終わりまして最後に南アフリカランド円を見ていきましょう。 はいえー、ランド円の方はメキシコペソほど、えー、上値引きはできなかったということで少し力を貯める時間がもう少し必要かなという状況でございます、えー、こちらもね、えー、60分足1週間の時間軸から見ていただきますと、まあえー、月曜日火曜日は、ね、低いところから始まりまして、まあ、水木と、ねえーまあ、高値圏6.2円を超えるという場面もございました、えー、この6.2円は当面の高値じゃないかというのは、ね、過去の動画でもお話しておりましたが一旦 調整をして6.1円まで下がるんですが、まあ他のね、えー、まあメキシコペソと違って高値引けはできなかった、一週間の高値で終わることはできなかったというのがね、えー、南アフリカランドの特徴でございます。まあよってですね、今新興国一番強いのはメキシコ、その次にこの南アフリカランド、そしてトルコリラというような力関係となりますが、もちろんね、株式相場や、えー、その他のね先進国通貨、新興国通貨上がってくれば再度6.2円まで。 上がってくるる可能性は十分にありとといいうところでございますそしてね、4時間足ご覧いただきますと、ちょうど今の位置がね、6.1円というのが、これ、ボリンジャーバンドの加減、ちょっとね、今変わりましたが、ボリンジャーバンドの加減が6.1円ぐらいまでありますので、今、急激な上昇と,とともに、レンジ相場にね、移動平均線が右肩上がりから横ばいに切り替わりつつありますので、少し6.1円から6.2円ぐらいですね。 こちらの力を貯めるレンジ相場が出てくるかなという状況でございます。メキシコペソの方はね、先週と今週ですね、レンジ相場を形成しておりましたが、もう少し南アフリカランドの方は6.1から6.2、こちらで力を貯めた後の上値のチャレンジという形になろうかと思います。移動平均線が右肩上がりであれば、ね、上昇トレンドということで、しっかりとその上側でね、サポートが入りやすいと、陰線から陽線に入りやすいという状況でございますが、 その前のね、えー、横ばいの移動平均線になりますと、えー、やはりこそのところは。えー レンジ相場という形になりまして、基本的にはボリンジャーバンドの加減と上限を行ったり来たりする相場になるというところを考えますと、こちらもね、今一旦の右肩上がりから横ばいに切り替わりつつありますので、やはりボリンジャーバンドの上限である6.2円、そして加減である6.1円、こちらをね、行ったり来たりしながら次のトレンドを待つ状況かなというところでございますので、もうしばしね、このレンジ相場というところで、6.1円ぐらいでしっかりとサポートがね、入るというところがあれば、 ロングを追加してもよろしいかなというところでございますそしてね冷やの方まで見てみましょうはいこちらの方もねメキシコペソと非常に似てるような状況でございますが、まあ、コロナウイルス感染拡大からですねかなり落ちましたね移動平均線がズドンとね落ちてるとともに平均足のチャートがその下側そしてことごとくね移動平均線の下側で陽線から陰線にレジスタンスを食らうという状況でございます ただ、ここ直近ですね、3週間ぐらいかけてトレンド転換しておりまして、移動平均線が右肩上がり、そしてね、その上側に平均足のチャートが位置しておりますので、まあ、これからはね、上昇トレンドがもう少し続くかなというところでございます。ただね、この6.2円から6.4円のあたりね、 ちょっとね、このあたり見ていただきますと、ギザギザと出来高が非常に多いという状況でございます。よってね、このところで非常にロング、ショートを取ったところが多い、まあ基本的にはロングが多いんですが、ロングが多いというところになりますので、まあ6.2円までやっぱり戻ってきてしまいますと、非常に売り圧力が強いという形になります。 よって、ですねこの先ほどお話しました6.1円から6.2円ですね、えー、このところである程度、この上のところの、えーまあ、これぐらいで売っとくかというようなね、ねやれやれの戻り売りを消化しながらですね、えーまあ、売りを消化した後に移動平均線が上がってきまして、そのサポートを受けて、上方向というところを想定しておりますので、もう少しね力を貯めなければ難しいかなというのが、この冷やしを見て分かるところでございます。ちょっと円円からね円の ところ、えー、非常に出来高が多かったというところがありますので、上がるには時間がかかるかもしれませんが、それは、えー、こちらのボリンジャーバンドの上限と下限ですね。えー、この辺りのりレンジ相場をまあ 一週間ぐらいね、続けていただいて、それから上昇を目指すということになりそうだと思いますので、まあ、それを含めてね、先ほどお話した通り、6.1円ぐらいでしっかりサポートが入っている間は、6.1円付近でロングを積み重ねてもよろしいかなという状況でございます。もちろんね、前提として株式相場や、 原油、えー、相場ですね、えー、それらの相場が、えー、大きく下落しないというところが、ね、前提条件となりますが、このままコロ,ナバブルコロナバブルが続くというところを想定するのであれば、6.2円を抜けてくるのも、ねえー、時間の問題かなと思いますので、参考にしていただければと思います。 はい。以上で、新興国通貨3兄弟の解説を以上といたします。今回の動画がね、少しでも参考になったという方はね、よろしければ、いいねボタンを押していただければ私のモチベーションがありますので、よろしくお願いいたします。あとね、ツイッターのフォローや LINE の方もね、6月1日から先進国通貨の推奨トレードを発表していきますので、よろしければ、フォローと登録ね、お願いいたします。 えー、そして、えー、こちらもね、えー、毎日新広告通貨ね、えー、引き続き解説をしていきますので、えー、6月以降もね、えー、毎日ご興味ある方、ポジションを持っている方はね、えー、ご参照いただければありがたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回は以上です。1週間ね、お仕事とトレードお疲れ様でした。また来週からも頑張っていきましょう。バイバイ。